はい。大文語です。三角比の問題ですね。57度の三角比がこのように与えられています。各1番です。下の図のような観覧車がある。観覧車の最も高い位置にあるゴンドラ A の真下の地点 B から20メートル離れた地点を C とする。で、各 ACD が57度、各 ABC90 度の時、高さ AB はおよそ何メートルであるか選びなさいという問題です。まず三角比ですが、こうあって、 直角三角形があってここは θ として、えー、サインシ θ タ、えー、コサインシータ,タンジェントシー θ それぞれ何だったかここら辺はねちゃんと分かってなきゃいけないんでねどうしようかなえー、っと a b c としましょうかサインは斜め分の縦昔はねあのー、アルファベットでさあの 引きたたいも習ったんだよで S の S の引きってこう書くんだでこれになってるよね。だそれで覚えるといいかって言われたけど今はそれないからね。7、まあ、分の縦がサインで C 分の B。でコサインはこうね C だからこうねこうね、A、C 分の A。でタンジェントはタンジェントもね引き立て角こう書くんだよ。だこういうつもりで考えて A 分の B ということになります。<laughs> まあこれらはね最初の最初で知らなきゃいけないことなんでね。 えーまあ、命がけで覚えるどこだよねで今この BA の高さを求めたいで、サイン、コサイン、タンジェントが与えられてて、どれを使うかという問題ですが、これ、求めたいのはここですね。まあ仮に X としていきましょう。これ分のこれだよね。こうなってるよね。余分の縦だから使うのはタンジェントです。斜め出してもあってもしょうがないからね。タンンジェント57度が 1.5399、1> 1. これを使って出すということになります。で、これを式にすると、式にすると、じゃあ、こうしようか。タンジェント57度。で、タンジェントは横分の縦なので、20分の AB。AB を求めたいですからね、AB。 57度が1.5399。ということです。あとはね、ここの部分を等式として解きます。両辺にかける20して、AB イコール1.5399かける20。 ここでこの種類絶対ね、こちら、20を10で割って2にする分、こっち10倍して、こうします、15.399。15.399を2倍すればいいので、30ちょっとってことは、この丸三でいいでしょう。まあ、かけ算するまでもないんだよね、15.399。 一応やっておくか。2九18の2九18の19の23が6の7で30.798だから、まあぴったり30.8ぐらいですね。こういうね、こういう処理で絶対するようにしてください。もうそれで全然違ってくるからね。いい、もう一回言っておくね。こちら20を10であった分、こっちを10倍して15.399にしました。であとは15.399に倍するだけなんで、まあ、15に倍して30だから、こんなもんだっていうすぐわかります。